何言ってるの？この谷からは出られないよ。昨夜未明、青いタヌキのようなロボットが宝石店に侵入し、ピカチュウご飯だぞ。判断が遅い。ビチャ。はい、残念。ポケットティッシュね。ウドちゃんを返せ。やめなさい。チャンネル争い、本当にもういつもいつも。どちらかが再起不能になるまでやりなさい。道具化。それはいい考えだ。邪魔だからモーリ君はこれで遊んでいなさい。輪ゴムだ。泣こうが罪は軽くならねえんだよ。えらい、君がそんな真面目な子だとは知らなかった。えらい、君がそんなに真面目な子だとは知らなかった。えらい、君がそんなに真面目な子だとは知らなかった。認知症だってさ。確かかと言われても困る。サズネビとステッキの的中率は京都県内閣支持率と同じなんだから。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが、なんとこの状況から入れる保険があるんだ。何？長い時間が経つ、ゆっくり目を閉じる、強い敵から襲う、1年1組、吉田沙織。あ、のび太は偉いな。僕綺麗好きだろ。散らかってると放っておけないんだ。偉い、本当に偉い。そんな偉い人を探してたんだよ。うちの庭掃除してくれ。なんで僕が？掃除してる間にのび太の誕生日パーティーの準備したいからなんて口が裂けても言えるわけないだろ。海の塩分濃度を調節する神、一つだけ教えておこう。君はこれからも何度もつまずく。でもその度に立ち直る強さを持ってるんだよ。一度目。俺こんなに褒められたの初めてだ。なんていいやつだろう。待って、私は？小娘、わしの動きについてこれるかな。おじさま、後ろよ。店員呼び出しボタンを連射する客、微動だにしない店員。いいひーだひーだ。お前は何も見ていない。いいな。安上がりの反対語は？役満。マリオへ。クッパー預かったわ。ピーチより。ターゲット吉田沙織に全弾命中。繰り返す、全弾命中。まもなく煙幕が晴れ。オーマイゴッド。どの国攻めたいとかある？夜空にさっと一筋の光が差したと思うと燃えるように真っ赤な太陽が。ジャイアンに殴られたスネ夫の臨死体験が壮絶だった。ケイちゃん北海道へ。面白いもの買ってきたわ。なにこれ。マリモよ。アカンコの水草の一種。マリモ、まずいよ持ってきちゃ。この大きさに育つには何十年もかかるんだよ。確か天然記念物に。とか言うので彼もマリモにしてしまいました。オセロでもやる？オセロ？ウセロ。ジャイトで寝てん？そう。おやつでも食べれば気が晴れるさ。晴れない。しずかちゃんが来た。嘘。マジ自信。心が重くて立てないらしい。マルタ。どうぞ。見せて差し上げましょう、私の真の姿を。油性やから取れへんやろが。じゃあ誰だこのイケメンは。こっち見んな。画面スカトロ。地球式で160キロが出た。先生、バナナは先生に入りますか？5本入ります。張り詰めた弓の。プーチンのライブ初めて来ましたって人。静かなる旅立ち。アフリカ版桃太郎。すると大きなココナッツがウンババウビウビ、ウンババウビウビと流れてきました。さて来週のサザエさんは。コンピューターの誤作動による金融パニック。交通機関の麻痺。核ミサイルの誤射による世界戦争。あとお湯が冷えるのを待つだけだよ、のび太くん。だいぶ強くなってきたな。怖いよ、そろそろ寝よう。弟ができるぞ、のび太。てめえよくも太らせてくれたな、この野郎。食ってやる。うわー、俺もやりてえな、昴生。たかし、お前授業中だぞ。熱中症で倒れてる人にガンモドキの汁を吸わせてあげる心優しき鳥。病院に見舞いに来た孫が、ゲーム機だとガチャガチャやったら、じいちゃんがキレッキレのダンスしてこの世のステージをクリアした。カッパさんのお皿をピカピカに磨いて撥水コートしてあげたら、雨なのにどんどん干からびていって超ウケる。今年のお年玉が全部で70円だった吉岡くんが、地球の空気全部吸って人類を窒息死させると荒れている。ねえ、お前伸びた、僕だよ。父親が靴下を脱いだ。将軍、この後のスケジュールは卵液パン粉となっております。久しぶりね、カツオ兄ちゃん。いや、こんな時間までどこへ行ってたの？ドラちゃん、のび太はもう。ヤニーさんに愛される息子に育てる方。第1章、お尻を出した子一等賞。す、あ、ありがとう。どうしてこんな親切にしてくれるの？ワンチャンあるかなって。ヒヒヒ、こっそり残業して作業を進めてやるぜ。クックック、それを見逃さず評価プラスしてやるぜ。おはよう。あ、起きた。え、なんか顔違わない？あー、いやー、うん、あははは。二人と付き合ってるみたいでお得だな。貴様、トトロットっていうのね。そろそろパンパンマンにしようか。エコノミーの方はこちらまでとなっております。振り込んだ人。ブーンブーン、ブン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 。出てきたぞ。なんと恐ろしい姿だ。まあそう言わず、この人も反省してるんで許してやってください。クラスの投票の結果、のび君の転校が決まりました。もしゃもしゃ、ガツガツガツ。カシャン。へい、お待ち。ちょ待って、台本と違くない？とうとうサザエに捕まった。お互いを褒めながらラリーをしようと提案した途端、五輪候補にもなったことがある嫁が一球も打ち返してこなくなった。軽減税率の対象、バナナをおやつに含めると8000億円余りの財源が必要に。彼女、嫁、妻、女房、現
国意見薬中白い粉だ。いらっしゃい、バーベキューパーティーだよ。おいしい、うめえ。どんどん食べてよ、いっぱいあるから。うめえ。どうした、目が真っ赤だぞ翼。夕べ眠れなかったのか。大丈夫か。はい、パープロ捨ててトイレの後濡れた手で水滴ピッピって飛ばされると嫌だろう。嫌だ。それを今からやる。嫌だ。ドン。あ、しばる。苦しい、息が。なんだこれは。もち、講談社の絵本。マジ SNS 怖い。借金もした、女房も泣かした、家も失った。だけど借金できる信用があり、結婚できて家も持てただけお前らよりマシない。なんて惨めで哀れな生き物。妻と結婚して10年、朝の挨拶がここまで来た。わっ、5G? 中途法違反って、お箸持っただけじゃない。音速を超えるよ。超学校ではひどいあだ名をつけられていたようです。あなたのどんな願いでも一つだけ叶えてあげましょう。本当か。ええ、ただし条件があります。あなたの望んだもののちょうど2倍があなたのライバルだと思っている人にももたらされるの。お金ならその倍の金額が、恋人なら倍魅力的な人がライバルのところに現れるわ。さあ何を望む。身長180センチ。てっきりクマかと思ったら、あなたどうしたのその身長。360センチくらいあるじゃないの。なんだろう、なんだろう、なんだろう。二人がかりでその程度か。寝汗で濡れて力が出ない。命乞いしてみろよ。海水の素、これを川や湖に入れると3年以下の懲役または50万以下の罰金。じゃあ一人ずつ将来の夢を言ってください。サッカー選手になることです。看護師さんになることです。サッカー選手になることです。なるほど、たかしくんの夢は特に素晴らしいね。最高に面白い回文を作ってください。まさかこの文章が回文になるなんてびっくりだろう。でも現にうげモデウロダリクッピー、天なる何んぶいかが、ご新聞のコカ様。愛犬がフリスビーを追いかけたまま脱北した。人間の美味しさに気づいた。結婚したばかりの天津飯の気候法がムカつく。ははは、いくら貴様が有能な医者でも我ら全員のクララを立たせることができるかな。ああそうだよ、アベンジャーズに選ばれなかったよ。子供を誘拐され身代金を5億円要求されたけど、粘り強くねぎったら最終的に4800円になった。あなたの長所を教えてください。非常に繁殖欲旺盛で年中発情し交尾可能です。物理的に眠らせるタイプの催眠術師。ウフウフ、兄上様頭がツルツル。そうか、ツルツルか。なんだよこの店。ただいでございまして。クク、目を覚ましてくれ。クク、とりあえずお医者さんかばんで。おとぎ話ではお姫様は王子様のキスで目が覚めるものだけど、じゃあ僕が王子様役で、のび太くんがお姫様役ね。お、来た来た、来ましたよ。わしの席で何してる。どけ。私を捕まえてごらんとか言い出すので野生に返すことにした。家族と過ごす平和な日常、この当たり前の時間が一人の悪魔と三匹の獣によって崩れ去るのでした。スーちゃん、のび太になれなれしくしないで。私のび太さんの奥さんよ。奥さんは私よ。あなた、奥さんが二人もいたので。なんじゃこの設定。はあ、タイマもね、パイプもね、それほど悪いと思ってね。指でいけ。手満。クリスマス終了2秒前。香りが立体的。あなたの生の香りで僕の茶柱が立体的に。全然違う。お母さんと一緒。企画担当者。何にしましょう。例の青いのを。お本。それでは。こんにちは、僕ドラえもんです。ひろゆきと小泉進次郎が混じった時にありがちなこと。それって、そうですよね。では皆さんお待ちかね、のび太を開きます。のび太仏。捨てられないもの。5位手紙、4位写真、3位本、2位衣類、1位何回も戻ってくる人形。石つぶてはわけもわからず自分を攻撃した。ドラえもん大騒動。ドエムラジャイアン尿道攻め。香りが立体的。今まで飲んだ麦茶の中で一番美味しい。全然違う。猿はバイトしてると聞いたが、キジは明日の朝には帰るから。ごめんね蘭姉ちゃん。あ、ちょっとガチャ。ふう、子供の振りがうまいのね。はあ、今夜は楽しもうぜ。ポッキーが3倍美味しくなるおまじないとは。3本一気に食べる。もちやもちやということわざがありますが、その逆を教えてください。全部アマゾン。いいのよ、お弁当作るから。そう言って笑うだけだった。これだと作るの大変だから、もっと簡単なものでいいよと言っても絶対に買えず、毎回俺は大遅刻。父さんに謝れ。そうだそうだ。誰にも言えないアンパンマンの秘密、実は下半身も食べられる。カット、出来すぎが映り込んでるわ。私にミラーでお仕置きしてくれないか。緑の香港と赤の東の火事場のバカ。気分でも悪いの。君は知りすぎた。鎖国鎖国。やまれエッチを断るには。あのね、外で済ましてきちゃった。そっか。ズン、この人私のお尻触りました。遅刻遅刻。とパンを加えながら走ってきた転校生と出会い頭に衝突したら、どうやら当たりどころが悪かったらしい。先生にバナナはおやつに入りますかと聞くのを、バナナは先生に入りますかと聞いてしまった。女性専用車両楽しかったな。ああ、それだけは覚えてる。なんで浮気したんだよ。あなただってしてたんでしょ。ファイ、いい加減にいたせ。1時間早送りしてるね。まだ女優に質問してる。それさえ脅かす気か。テストの最初の3問だけ正解だった。あの名作タイトル
になんか知らんけどをつけて不安にさせてください。なんか知らんけど君の膵臓を食べたい。小池都知事ノーメイクで会見。安月給の安田、先に弱い井川、早く帰りたい大泉、旦那の給料が少ない安田、普通初対面ならキティさんでしょ。お友達になるのなら最低限のマナーは大切よ。名前キティ。僕の残白と強化水月有する能力は完全防水。ここで一句。お嬢ちゃん、おじさんとブーさん、大人のお店大好き。先生にはめられたんだよ。私もはめられたの。誠意見せろって言ってんの。やはり俺のものは俺のものだ。ベジータ脱帽。悟空お前頑張りすぎだ。さあ願いを言うがいい。どんな願いも尊い。そんなことより磯野野球やろ。何を一人で悩んでるんだ。その悩みを俺にぶつけてみろよ、と悩みの原因が言ってきた。ハゲワシとハゲてないワシとハゲかけのワシ、それ企画外で破棄するアンパンマンの顔だよ。喋ったりはしないけど意識はあるからね。女を口説く時の決め台詞ってどんなの。胴体の味知りたくない。池高志10万ボルト。あいよ兄ちゃん。だるまさんが転んだって誰もいないわ。あはははは。それに僕の女は一回限りの使い捨てが多いんだ。安いからね。最も手軽に悪魔を召喚する方法、寝ている嫁を起こす。だってお金を入れて回すって。そんなはずはない。ピピピピピ。暗証番号が違います。ピザは好きだ、でも人間を許すことはできない。今までの外れくじです。約500万円の無駄遣い。もうくじは買わないと固く固く約束してください。そうだったそうだった、この外れくじめ。それではここでハンドルを切ってください。よし、みんな行くぞ。いってらっしゃい。あれが有名なのび太さんよ。何気がってんのかしら。まず夕食のことを忘れて聞くんだ。ボブ、チーズバーガー。ボブ、この行中は2組のさやかちゃん。正解。ほっといてくれ、俺は生きがいをなくしたんだ。さてさて、突然ののび太の転校に生きがいをなくしたジャイアン、次週は一体どうなることやら。来週も見てくれよな。ピンポン。あ、のりすけさんたちが来たわよ。こんにちは。いくらちゃんこんにちは。だるー。島の島次郎、将来の夢サッカー選手だよ。おお、みーの若い頃だにゃ。動いたらこいつの命はないぞ。やめて、その子から離れて。東北前進部、東北前進部。加えろ。ハイテンションプリーズ。のびちゃん、もうすぐオンエアよ。勉強はやめときなさい。パパはなんで洗濯機に放り込まれたの。朝帰りだ、お前は。お姉ちゃん。さあ最後の脱水まで耐え抜くぞ。ああ、こらどこ見て運転しやがんだ。何を。俺の姿勢を釘付けにしたらてめえだろうが。お前みたいなゴミクズは出てけ。お、敬語で言ってください。君は我が校の誇りだ、卒業おめでとう。バタコさん早くして。こらこら、人が話してる時にスマホいじりはやめなさい。はい、鼻をほじらない。食べるな。聞いてるのですか教頭先生。やったわ、私たち勝った。油断が己を滅ぼすのだよ。キャサリン後ろ。実験しよう、なるべくひどい絵を描いて。人の話聞いてた。ダメだ、何回ときメモをやってもこいつと結ばれちまう。いいか、これを2枚集めれば試合中でも堂々と休憩できるお得な魔法のカードだ。胸触ったら腹殴られた。へえ、マジで。旦那が毒に気づいた。それぞれ武器は持った。スモールライト、ショックガン。とりあえずだわ。トマトって10回言ってみ。トマト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 。これは発注ミス。相手と審判が揉めてる間、バレない程度にドリブルで攻め込む。トメさん、車飛ばしすぎじゃないかい、と言いながら運転席のトメさんを見たら、すでに衝突に耐えるために超高価モードに入ってた。アンパンマン誕生した日の翌日にジャムおじさんに半額コーナーに行きなさいと言われました。ハリウッド版トトロのマーク・ロー・クロースケ。引きこもり歴12年の息子が突然、世界を救わなくちゃいけないんだと言って部屋から出てきた。違う、孫悟空ではない。データと一致しない。あれは 96% の確率でヤムチャという人間。あ、転んで死によったで。オリジナリティ 2.67、 グラフィック 2.67、 サウンド 2.30、 熱中度 3.33、 満足度 3.0、 快適さ 3.67。 検便の結果が返ってきた。肉まんください。あとおでんも、卵と大根と、あと電気代の支払いも。最後にこれ宅急便お願いします。1回の表の攻撃からゴロ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 。ああ、マー君の給与が間違って俺の口座に振り込まれたらな。ちょ、そういうのいいからどいて。イルカ見えないじゃん。すりむいたヒグの下から金属出てきた。本当のことを話す時が来たようだな、たかし。いや、凡庸人型決戦兵器1号よ。君が欲しいものに弟と書いたから、両親にエロい下着とバイアグラをプレゼントしたんだ。しっかり見ろ、君には見る義務がある。クックック、キョエイを使って短文を作りなさい。大きなのっぽの振る時、おじいさんの時。小学生にしては敬語が流暢すぎると思いませんでしたか。聞こえましたか、ブラジルの皆さん、という大地の神の声が。1日目にしてワカメの毒殺のように姉さんが脱落か。はらんだな。トマト嫌いな人にトマトを食べさせてください。トマトサラダ作ったんや、食うか。学生が卒論にドラえもんの作り方を提出してきたので、ふざけるな、真面目にやれと怒ったが、何これ、ちょっとマジやん。だいぶマ
配線が故障。例の黒い男に壊された。空中移動機能が完全に直っていなかったのに、定員オーバーで暴走したもんで、もうめちゃくちゃ。それじゃあつまり要するに私たち帰れないってわけ。永久に。三塁にまだ子供がいるんです。モニターに AV 流せますがいかがですか。優勝したチームから取ったぞ。翼の奥さん見えるかい。これが俺たちのやり方だ。流す、戻す、ポケット使えや。マクドじゃなくてマックだろ。だってお前マックシェイク注文してるじゃないか。むしろスミレは僕たちだけに秘密を話してくれました。遠い遠い国にいる好きな人のことをツイッターで拡散してごめんね。飯はまだか。すまん、誰だっけ君。新しいデスノートの所有者が常に直球勝負。ジブリタイトルの一部をハゲに書いて面白くしてください。耳を澄ませハゲ。あいえお運転。焦らず急がず、うろたえず、笑顔を絶やさず、追い回す。丸ごと食べて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 。お客様、そのボールレジ通してください。お客様、いろいろあって遅刻しました。わかめちゃんへ。後ろにいるよ堀川。息子の顔がうまく思い出せない。さあ連結しよう。何か怖い話教えてよ。おばあさんが住んでたのこの家に昨日まで。兄さん、このケーキとっても美味しいわよ。かばん、とんでもない悪夢だ。一緒にいた食パンマンが跡形もなくやられた。捜査君、たまには寄り道しない。寄り道、はっきりホテルって言えよ。礼には及びませんよ。次回はチョキだそうです。コナン、わしじゃよ。よかったら無事進級できることになったぞ。お父さんにお土産のもなかとても美味しかったと伝えておきなさい。テスト当日、左から。一夜漬けで無理をした。3日前から勉強したが少し不安。テストがあることすら知らなかった。俺の頭なんか食わずにこれであったけえ飯でも食ってこいよ。諦めたら相手チームには冷たい。姉さんも吸収されるといいよ。苦しくなんかないよ、むしろ心地いいくらいだよ。さあ姉さん。お客様の声。ゲームセンターのプリパラをおじさんが長時間使っていて困ります。なんとかしてください。当該店舗担当者からの回答。うちの店長です。うでんぱそんぽです。台車をご用意しました。ボリンゴリンゴリン、シャクシャクシャク。ごくん、課長に謝れ。家に居場所がなくても会社でお荷物でも直接本人に言うバカがいるか。ねえ課長。はい、いた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 。どうした、結婚は嫌か。違うの、嬉しくて。後で話すって。そろそろ正直にフェーよ。俺に惚れたんだろ。ガンです。しばらく顔を変えないと顔も根性も腐ってくる。いいかい、これが火星だ。火星はごくわずかだから老化がある。近いよ。天皇陛下の前でとにかく明るい安村がネタを披露した時に陛下が言いそうなこと。安心しました。母国からのサイバー攻撃に対処しながら株価の暴落を抑え、総理官邸に連絡。国を守るのも大変でござるな。映画のロケ現場は爆発する。いいかい、君がトイレでスマホをいじっていた3分で社会的に救えた人がいたことを忘れないでくれ。お気づきだろうか、叱られたから引いたった。起きろよクズ、ゲス野郎、役立たず。今日動物園に行くって言ったのに全然起きないお父さん。バカだね、時間が早く進んだら早く明日になるじゃないか。何のことかわからんけど、はい、これ 0.02 ミリのやつ。さっちゃんはね、コアを破壊しないと何度でも再生するよ。前後、子犬を拾ってきたしんのすけ。我恩義ある主人に生涯の忠誠を誓わん。出す、うぐ。次の方。春は揚げ物、あとお菓子、糖尿ひどくなりゆく瀬戸際。カツオ、今日は特別に好きなだけ見ていいぞ。こわー、もう間違いない。お箸を持つ方がブレーキだ。ガシャ、俺のパンチは時速200キロ、一頭の岩を砕く。次回、砕けた右手。次回、降りない労災。第4話、実は左利き。第5話、悲劇再び。テレビの前のみんな、Tボタンでしずかちゃんのパンツの色を予想するんだ。アングルマは知ってるのかスネオ。ノストラダムスの予言に出てくる世紀末に月を滅ぼす大王の名前じゃないか。ノストラザマス。俺は中にクリッと塗ったよ。ちょっとしたものを売って小銭が手に入った。あなた小梅太夫でしょう。キッキショー。しどろもどろ。二人のコアをいっぺんに破壊しないとすぐ再生するし、しぶとい双子のカバの女の子。はい、こちらお客様相談センターだぜ。ナイフが怖い。浮気がバレたワイフの方がよっぽど怖いぜ。じゃあな。タチションがアリの行列に直撃し、生まれ来る命がこんなことで奪われてしまうのかと思うと罪悪感とションベンが止まらない。飛んで火にいる夏の虫みたいなことを言ってください。揉んで捕まるクソ親父。畜生畜生。息子が初めての動物園ではしゃぐはしゃぐ。グレーの子猫って可愛いと思わん？それってプロポーズ？やめたまえ。地球を滅ぼす気かね君は。人はゴミなんかじゃないと気づく。まさか君たちに力を貸すことになるとはね。別に頼んでないわ。よせシータ、僕らはもう仲間だろ。行くぞバルス。お前を捨てた人がゴイロようだ。見て、僕の巨神兵。そんなんじゃ私のラピュタには届かないわよ。息子はあまり怒らせない方がいいぞ。ははは、見ろ、人がゴミのようだ。
私頑張る。少しずつ。日常会話にさりげなく滅びの言葉を混ぜるのはやめたまえ。もう一度聞くよ。世界で一番美しいのは誰だい？はい、それはあなた様でございます。よろしい。パスワードを3回間違えた。怪我はなかった？一人15秒です。最後に恩師に言われた言葉が、のび、一生源の横に立っとりなさい、だった。悪いな、しずかちゃんはのび太お前一人用なんだ。おい、のび太、忘れちゃないよな。お前のものは俺のもの、お前の幸せは俺の幸せだ。盆栽や植木鉢を壊したことは許す。じゃが家庭を壊したら許さんぞ。テストでいくら0点取ってもいいのよ。その代わり100点のパパになりなさい。私でも書けないような素晴らしい人生を書いてね。たくさん喧嘩をしてきたが、僕はママと結婚して後悔したことがない。夫婦いつまでも仲良くするんだぞ。結婚おめでとう。やっぱりのび君には勝てないや。さよなら、のび太くん。君との思い出を僕は忘れない。いつまでも、いつまでも。先生、クニュルプンポッポみたいなペロンチョはおやつに入りますか？悟空とフリーザの戦いをボイパで盛り上げる。待って、やめて。お前は騙されてんだよ。もう決めたの。ダンソン、フィーザキー。敵基地爆破。すごい性能だ。何者なんだ、これを作ったミスターワクワクってのは。パリー、俺死んだ。サザエの野郎、まだ裸足で追っかけてきやがる。実際に販売されています。北朝鮮、カバーめっちゃ逃げますね。念のためカメラ止めときますね。ジャムおじさんにカバにくっつかったバーガーを作ってもらいましょう。カバの皮は玄関マットに使いましょう。お前ら人間ちゃね。カバよ、僕たちパンダから人間の心がわからないんだよな。フグさばけるって嘘ついてごめん。私がプリキュア。何が？奴はとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。だよ、バカじゃねえの。意外な展開にしてください。警官たちは銃を構え、ゆっくり犯人に近づくトンボを見て秋の訪れを感じた。どうしてそんなに0点ばっかり取るんだ。お前に会いたいんだよ。行き過ぎの話ばっかするからすべきだった。見て、しんのすけが人を食べてる。にちにち、これは何？ウィンナー。はい、デブ、次の方。あの歌の歌詞を老人用に変えると現代が見えてくる。見えないものを見ようとして老眼鏡を覗き込んだ。おさおさおさおおお魚お魚くわえたくわくわかごごごごごごわくわえたドラドド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 ラドドドラでこ。戦う道具じゃないんだよ我々ポケモンは。だから逃げる。先生、あれは何？小さな泉のせいだ。知能も小さく同じことしか言わんのじゃ。相方に当て逃げされた。和牛のあの態度ないでしょう。私間違ってます。神沼さん、あかんて。また炎上しますから。ルームズ、シャンブルズ。もしもし、久しぶり。なんだ、たかしか。どうしたんだ？お兄ちゃんは今仕事で忙しいんだ。努力は必ず報われる。バイ、高橋みなみみたいな名言を教えてください。やられたらやり返す。倍返しだ。豆腐には頼らないって決めたんだ。キノコも亀も栗も何でも OK よ。さすが未成年の体だ。違うな。ほら、怖くない怖くない。ガブ、ガリガリ、ゴリ。カメラ止めて。体健やかちゃ、食べる。ウコンの力を飲ませて6次会へ連れていく。なんだよ、カツオの叩きってなんだよ。ゆっくりでいいから、お稲荷さんを握って。マスノスケくん。え、そんな。平さん、これを羽生くんに渡しといてください。その色にはこの柄のネクタイもお似合いだと思います。喧嘩で武器を使うなんて卑怯よ。のび太さん、おかしいわよ。一体どうしたの？そんなのび太さん、私大嫌い。後半君が殴ってたじゃないか。私にはぶたれたことあるくせに。お許しを。お許しください。白蛇様、ここで許すと読者が怒るからな。いつまでもいつまでもあの子のそばにいて世話をしてあげたいけど、そうもいかないだろうね。私ももう年だから、せめて小学校へ行く頃まで生きられればいいんだけどね。だからちょうど新しい体を探していたんだよ。毎度。あの、ちょっとすみません。以前、ずっと以前にどこかでお会いしませんでしたか？ナンパ？マジキモい。幸せのハヒフヘホ、半分でいい、人並みでいい、普通でいい、平凡でいい、本当にそれでいい？俺はチンコの先っちょに決してラー油を垂らさないと、オリジナルソングを歌いながら下山してたら誰かいた。あるヤムチャさん、今帰りですか？好きなタイプを色白、言葉遣いが丁寧、いつも笑ってると入力した結果。あかん、人工呼吸や。しっかりせえ、カツバタ。ふぅー、パン。うわ、キャー、よくできてるね。でも君はデブだから着られないだろ。いやいや、ちょっとカメラ止めろ。実話で一番衝撃的なエピソードを教えてください。お弁当は温めますか？俺たちみたいに熱々に。すぐに冷めますのでご注意ください。楽しそう。今日はこの家につけよう。悔やんでも過去は変えられない。目指すは未来。翼、取られた点は取り返すのみだ。ポケットは黙ってよ。時間がねえ。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてくれ。頼む。なぜだ。黙れって言ったよな。ジャイアンがもう5日も行方不明なんだけど、知らない？やったよ。それがどうしたの？わっ、ドラえもんが止まってる。ちょっと考えたんだけど、ポケット
っとあればよくね。俺のどこが短気だって言うんですか。バキ若島津、おはようございます。あなたが目覚めたら現実の彼女かっこ嫁が、これはクリリンの分と殴りかかってきた。昨晩何があった。昨晩嫁のクリリンを責めすぎた。久しぶりじゃのう、ヤフー。今日こそ君をじゃないか。どちらが真の知恵袋かよ。父さんだけ屋根があるところで3色ひねれ付きなんてずるいや。キョットキョット、のび太くん、聞く。なんだ、言いたいことがあったら早く言え。パワー。あはははは、そうさ、僕がやったのさ。悔しいか、残念だな。誰も未成年の僕を裁けない。それがこの国の司法の限界だ。もう完全に聞き飽きたので、美味しいエビを食べた時の甘い身がプリップリ以外の食レポをみんなで考えてください。かゆい、体にぶっつぶつ。ようやく静かになりましたね。先生、もう少しで術を使うところでした。これ絶対水曜日だよ。どうしてそんなに見つめるの。世界で一人しかいないのび太さんだもの。二つに引き裂いていい。世界中に時は5話、のびのびとは僕一人保護しなくちゃ。てめえは駆除対象だ。めいちゃんどこにいねえが。座れ、答案を見せろ。0点とは何事だ。親がお前だからな。ない、俺のバスタオルがない。寒いよ。あ、俺のバスタオル消毒槽の中に沈んでる。風で飛ばされたんだ。わーんわーん。長沢の家燃えてるらしいから温まってこいよ。ポケテミンとして恥ずかしい人ってどんな人。全員ご飯が青い。帰りに牛乳買ってきてね。ハリーポッターと秘密の趣味、ここ掘れワンワンと言ったら汚された。この銃弾撃ったの誰。皆さん聞いてください、この子実はケロブ。お前は知りすぎた。二人で一緒に作らない。何よ。赤ちゃん。ドガ、殴るわよ。行ってみたらお休みなの。それはよかった。よくないわよ。一日でもお風呂に入らないと気持ちが悪いのに。うちの温泉に入ればいいよ。温泉、いいお湯だよ。やめとくわ、のび太さんのところでお風呂に入るなんて。お父さん大変な借金を抱えているんだってね。このサンタ偽物だな。なぜそう思った。帰る時の方が袋が膨らんでた。ペン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 。怒らないから何したか言ってごらん。浜田がしばかれてるのを眺めるココリコ田中。もう鈍感なんだから。まず目をつぶってカプセルを飲む。目を開けて最初に見たものに変身するの。多分メガネになると思うよ。たとえ便所に隠れていても息の根を止めてやる。目指せポケモンマスターの歌詞をいきなり間違えた。女子力5か、男だな。すっぴんな飼い主に毎朝びっくりする。最初の一撃で桃太郎の首が飛んでった。気をつけろカーネル、本当の黒幕はモスじゃない、サーティワンだ。寝ろ。終身刑、民事裁判、無罪、すいませんでした。可愛いな子知ってる、隣のクラスの。知ってる知ってる、学校一の美人と噂の高い。僕今に大人になったらあの子と結婚したいんだ。俺らが大人になるとでも。チクッとしますよ。ズボ。捜査本部が公開した目出し帽姿の犯人の似顔絵。その後これを見た犯人が、もう逃げられないと言い自首してきた。しまった、全然違う方向に針が飛んで。え、自分から。はい、吸って。ハンドル逃げるの1年ぶりだわ。世界の命運は時々握るのにね。見事に負けたよ、ヘルナンデス君。ナイスシュート。俺が2点も取られたのは初めてだ。俺も2点取れたのは初めてだぜ。アンタックル、カバ君を助けるために使った必殺技。ジャムおじさんが砕け散った。試験終了2秒前に名前を書き忘れたことに気づいた。リケンペ、ムトンボ、ウポロンド、ムカンバ、ジャン、ジャック、マムトンボ君。ゴンゾー氏はこの部屋を出た瞬間に誰かにグサッと。じゃあ誰が鍵をかけたんだよ。誰でしょう。おいおい、あんた大丈夫か。パシ、え、チラ、人が死んでる。おいおめえ、クリリンを殺してオラのドラゴンボールを盗んでたやつの親分か。なるほど、お母様お任せください。1週間で礼儀正しいお子様に変えてみせます。勝負の方法は極めて単純だ。コイントスで表が出たら俺の勝ち、裏が出たらお前の負けだ。趣味が人のようだ。輪廻転生がハード、ワクワクが止まらねえぞ。おい、ゴロリの頭をショットガンで撃ち抜いて、死骸と牛乳パックで何かを作り始めた。この無礼者が、やめろというのが分からんのか。バシャバシャバシャ。はい、もう結構です。脱がなくていいのか。は？ビ、どうしましたザーボンさん。お風呂が沸きました。ほう、だからその日は友人と旅行に行ってたってば。ほら、これがその証拠の写真よ。あいつボールを僕に蹴ってくるんだよ。怖かったね、そういうルールだからね。お前もダンソンで。はあ、すごいニーブラだったよ。ケチ辛い世の中というのはどういう世の中か分かりますか。はい、分かります。残念、他に分かる人。もしもし、友達が毒キノコ食べて幻覚を見てます。やだ、ビキニのお姉さんのところに行く。年齢停止スイッチ異常なしと。タラオ、大きくなったな。ちょっと、ここには来ない約束のはずよ。お前いじめにあってるってほんまか。うん、まあ僕が筋肉をいじめ
てるんだけど。なんやそれ。はい、マッスル兄弟。どうしたんだよ父さん母さん。こいつはただじゃすまんぞ。やめてあなた。やめろよ父さん。一体どうしたんだ。おかえり。私がちょっと留守にしてる間にクズが永久にさまよってろ。家庭教師がドライギリギリ犯罪にならない行動。あ、もしもし、俺俺実は事故って金が必要でさ、でも自力でなんとかなったから、うん、はいはいはい、じゃあね。いつも悪役をやってくれてありがとう。気にすんなよ。どういうことだアンパンマン。なぜ俺様をかばいやがった。俺はお前を騙したんだぞ。これでいいんだ。君が無事なら僕はどうなったって構わない。悪いな、こいつを倒すのはこの俺様だ。そうだろアンパンマン。僕のせいでこんな目に。何を言っておる。お前は皆を救い悪を倒したじゃないか。立派なヒーローじゃよ。君とも友達になれたらいいのにね。ふん、お前と友達なんかお断りだ。俺が敵として嫌われるから、お前はいい子のヒーローになれる。だから俺は悪役でいいのだ。なあアンパンマン、俺たち違う形で出会ってたら友達になれたのかな。バイバイキン。なんで。嘘。約束したろ、来世でも一緒になるって。長生きしろよババア。うるさいガキだね。また遊びに来いや。お前ナイフの先にそんなもんつけたら戦えないだろうが。いいんだ、これは息子がいたずらでつけたお守りなんだ。影にでもなって俺を脅かすつもりだったのか。天国行ってもお前らは変わらねえな。娘が幼稚園の時にくれた肩たたき券を嫁入り前日に使う。志村、ご賞に語り継がれるほどのたくさんの笑いをくれてありがとう。夕日より君の方が綺麗だよと50年前と同じセリフを言ったら、当たり前やんと50年前と同じセリフが返ってきた。